本当に信じなくていいけどね、今からちょっとだけ難しい話する。人間は3つのものでできてる。命、これあるよね。あと考え方、 OK、 それから肉体、 OK。 なんでかというと、命って勝手にこう食べたものを消化したり心臓を動かしたりしてさ、俺たち心臓を動かそうとしてないよね。脳に細胞ができて、それが新陳代謝して、ね、おしっことか便とか崩れてなくなっていって新しいのができて、細胞、それって俺たち考えてやってないよな。考えてんだったら夜寝てたの間に心臓止まっちゃうよな。OK? 命というのは神様からもらわないとできないんだよ。だからタンポポの葉っぱ一杯、一枚な、生きてるものは細胞一個作れないんだよ。これはいただかなきゃいけないものなんだよ。あとは考え方、 OK? 心というのがあるんだよ。あと体、それで命はいただきもんだから、みんないただいてるよな。で、考え方、これが創造主なんだよ。 OK で、 OK かな。で、肉体とはそれの結果なんだよ。今のひとりさんがこうやっているのは結果なんだよ。考えてた、先ほどもすごい高尚なる、なんつうの、神的な話をしたんだけど、あれはカットしてですね。何言いたいんですかっていうと、心が成功者だと思わないと成功ができないんだよ。で、俺は過去一回も失敗したことがないんだよ。で、この地球は行動の星なんだよ。わかるかい？行動すると成功か大成功しかないんだよ。当たりか大当たりしかないんだよ。 OK ですか？例えば俺が、私携帯電話できない。さっき写真撮ってあげるからなかなか写んないって言ったら、レンズのとこ指で押さえてたんだ。だからインターネットもできないんだよね。それでインターネットを俺が例えば習いに行くじゃない。そうすると、まあ一日でやめちゃったとするよね。ところが電気の入れ方ぐらいは覚えられるんだよ。わかるかい？俺は成功者なんだよ。で、成功とは今までの自分と比べて成功者かどうかなんだよ。神は人と争うことを嫌うんだよ。わかるかい？人がバンバンできたらそんなこと知ったこっちゃないんだよ。俺は電気の入れ方も知らなかったんだよ。それが入れられるようになったんだよ。で、それ俺は成功者なんだよ。わかるかい？で、断るごとに、ああ、俺は電気入れられなかったら入れられるようになったから、昨日よりちょっとマシになってっから、俺は成功者なんだと思うと、成功を作り出してんだよ。ところが、一週間が10日行ってもっと俺より行ってるのに、もっとすごいやつと比べて自分はダメなんだっていう人がいるんだよ。そうすると、あなたは今自分がダメだって想像しましたよね。想像したことが起きるんだよ。わかるかい？だから俺は異常に運がいいんだよ。なんでですかって言うと、成功者だからなんだよ。わかるかな？どんなちっちゃなことでも、例えば俺がクラシックバレエとか習いに行くとするじゃない。今なんで笑ったの？そう、例えば10分でやめちゃうとするじゃない。でも俺クラシックバレエについてきっと3時間語れると思うんだよね。いや俺行ったことあるんだけどさとか、あ、体硬くてさとか、行ったことない人には分からない何かが分かるんだよな。分かるかい？で、たったそれだけで成功者なんだよね。だって会場すら行ったことない、分かるかい、練習場みたいなのあるじゃん。そういうところへちょっと行っただけでも成功者なんだよ。
で、向かないっていうことが分かっただけで成功者なんだよ。分かる？いや、俺昔充実っていうのやったことあるんだよ。これが痛いんだ。ただただ痛いんだよ。俺がね、ちょっとしたところで知り合いになっちゃったらね、その先生、誰も弟子がいないんだよ。ほいでね、ご飯やなんか用意して待ってんだよね。それで行くとね、いろんな技かけられちゃってね。それでね、なんだか痛かったのしか覚えてなくて。ただね、それだけでも、痛いということが分かっただけでもね。だからよくプロレスラーと柔術の戦いがあって、技かけられると、あのプロレスラーがタン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 ってすぐ参っちゃうじゃない。あれ分かるよ。我慢できるような痛さじゃないの。いや、そんなことがね、ほら、俺は充実やったけど物になんなかったからダメだっていうことを思うと、あなたは今ダメを想像しましたよね。わかるかい？その先生がね、喧嘩したようになんかしても強くなると、負けないんだっていうの。だから練習がのされたより痛いんだよね。これ喧嘩で負けた方が楽じゃないかってぐらいね。面白いよね。またいろんな人に出会ってさ、いろんなこと起きるんだけど。だから俺は一つずつ、これが成功なんだよ。これが成功なんだよ。で、成功をいつも心で描いてる人って、なぜか成功を呼び寄せるんだよね。俺、神様好きなんだよね。で、いや、俺、細けえ話だなと思ってんのがね、この前、なんかある宗教団体がなんか新聞に俺の本が載るった時、まあ、お断り食ったのね。で、いいの、全然それはいいの。で、俺、自分は神様好きの宗教嫌いだから、ただやってる人はいいんだよ、やってな。宗教って自由なの。で、やんない俺も自由なの。したら、なんでかなと思ってたらね、きっと俺が神様っていう言葉を使うから、仏教系は仏様だとか、それじゃないといけないらしいんだよな。で、俺は全部ひとまとめにして、神様と言っちゃう癖があるんだよな。わかるかい？俺たちって成功者なんだよ。今日みんな素敵な格好してみんな綺麗にしてるじゃん。人間ってね、心の中に神様の分け御霊っていうのが入ってるんだよ。OK？ そうすると、俺たちの身なりってさ、封筒と同じなんだよ。わかるかな？茶封筒あるじゃん。茶封筒が来るじゃん。あれから愛の言葉出てこないよな。大概請求書とかさ。やっぱし愛の言葉が出てくるのはね、ピンクだったり花柄だったりさ。だそれと同じようにさ、俺たちもこう素敵だなって思う人は、素敵な言葉を喋るよな。OK ですか？そんなことを言ってて、俺は、宗教やってる人もいい、全然構わないの。いろんなお坊さんとかいろんな人が俺のファンでいてくれるのね。で、それもいいの。で、ただ一人さんは宗教ですかって時違うよって。だって俺宗教家になれるほど真面目じゃないもん。で、言いたいこと言って生きてたいの。それと、本当に失礼だなと思って申し訳ないと思うんだけど、写真撮らないでとか、珍しいと思うんだよね。だけど、俺、外行って、未だにこう、千葉行って定食屋さん行ったり、いろんなとこ行って、こう、ご飯食べておばちゃんとかつって仲良くしてんのね。で、なんか、
この人が俺のことを納税日本一の一人さんだって知ったら、なんか話し方が変わっちゃうかなとか、些細な話なのね、みんなに分かってもらいたいのは、俺は俺なの。俺のお弟子さんってさ、恵美子さんと花江ちゃんと違うんだよ、純ちゃんと違うんだよ。いや、一人一人教えてることが違うんだよね。えばりすぎるやつにはえばっちゃダメだよって言うし、あんまりいじけてると胸張って生きれよって、どれが正しいんですか。全部正しいんだよ。きっと読みながら、読みながら、これは誰に向かって言ってんだろうって考えてほしいんだよな。そうじゃないと、1たす1は2みたいの探すんだよ。ひとりさんからこれを教わってら何にでも当てはまるものができるだろうと。人間ってそういうもんじゃないんだよ。当てはまらないんだよ。お弟子さんだって全部違うんだよ。のぶちゃんこうだよとかな、みっちゃんこうだよ、今日だって私って偉いねって、あなたって偉いね、みっちゃん寝てないで起きてくださいよねえ、いい話って必ず寝てるんですよああ面白い、みっちゃん先生が寝てるときは大概いい話バロメーターだからねただね、みんな一人ずつ違うんだよって。だからオールマイティの答えはないよって。同じことを言ったら喜ぶ人がいて、同じことを言ったら怒る人がいて、同じことを言っただけで傷つく人もいたりな。だからそれを見極める、目を見る、見極められるように自分を養うことだな。分かったかい。今日の教えはね、絶対人と競争しちゃダメだよ。今の自分がちょっとでも良くなったら成功者なの。分かるかい。ちょこっとちょこっとでいいの。成功成功成功と成功は続くものなの。だから成功者に失敗はないので、みんなが行動の星で行動できないわけは何ですかって言うと、それは失敗が怖いんだよ。で、失敗とは人と比べてるんだよ。で、魂は何回も生まれ変わってくるから、未熟な魂は未熟なような勉強があるんだよ。で、行動しない限りこの星はどうにもならない星なんだよ。で、誰かと俺比べちゃダメだよって。俺体硬いから床から20センチぐらいねしかこう手がこういかないんだよ。で、19センチになったら俺は成功者なんだよ。ところが世の中には反対からこうやってまたから顔されてるやつがいるんだよなだからね、いちいちね、ああいうね、何でもそうだけど、すごいやつっているんだよ。絶対比べちゃダメだよ。淡々と自分は成功者なんだ、成功者なんだ、これに向かないことが分かったから成功者なんだ。親もね、何でも続けなきゃダメだよとかって言っちゃダメだよ。あんたなんか続いたことあるんですかって。いや、この前もね、ついてる神社来て話してた人がさ、ついてる神社って言うとね、また誤解されるんだよ。口がな、慣れちゃってるからさ、ひとりさんファンの集まるお店。そしたらさ、その人が、子供の話ずっとしてた時、ずっと続けてほしいんだ。学校がつまんないって言うんですって。それ正常だよって言ったら、したらね、私は楽しかったんですって。時々いるんだよ時々ね、
だからその時ね、言ったの。学校が楽しいっていう人は、家がもっとつまんない。うん。そしたらね、その人はっと気がついてね、そういえば、うちはお父さんとお母さんが働きにずっと一人だったんだって。だからね、学校だと友達だとか、一人って寂しいからね。刑務所の中でね、一番罪の重いやつは独房ってに入れられちゃう。で、ずっと一人なの。そうじゃない人は出てった、こう働いて千万かけたりとか、働いてるってね、すごく楽なんだって。だから、その人にする、したらね、家より、学校のが楽しかったんだね。だけどそのお母さんにさ、お母さん今日俺からいい話聞いてよかったな。一つでも物知ったら成功者だよ。だから子供に、お前もいろんなことを覚えて一つずつやってってな。よくゲームばっかしやってるって言うけど、ゲームばっかしやってる子が大人になった頃、あのゲーム感覚で仕事ができるように世の中が変わるんだよ。世の中ってそういうものなんだよ。OK かい？だから絶対困ったことはね、起きないんだよ。みんな今日覚えてってな。何か一つでもできたり、一つでも知ったら自分は成功者なの。で、成功者なんだと思ってる心が成功を作り出すの。で、神様はそういう人が大好きなの。いちいち人と比べて自分はダメなんだってやってること自体神が嫌うの。俺どうしても神様って言っちゃうのね。今度もまた素晴らしい商品ができた時、もし神がいないとなると俺が考えたことになっちゃうんだよ。ね？で、俺そんな頭良かったかなとかいろいろ考えちゃった時、これはどうしても神様としか思えないんだよな。で、神様ってね、神の助けまで自分の力だって言うとね、お前の実力を見せてあげるって言われるの。で、俺はそれが嫌なの。わかるかい？だから、うちは成功、俺は成功者だ、成功者だと思いながら成功者になったの。で、お弟子さんに終始一貫俺が教えてきたことは、一つずつ失敗ですらこれじゃダメだということが分かった成功なの。だからみんな生き生きしてるのね。本当なんだよ。みんなさっきこうやってずっと話したけど、最初の頃はね、立って名前も言えないぐらい震えてたんだよ。それも10人か20人のとこでだよ。うちっていろんなとこで、パーティーがあると、パーティーだってあれだよ。お店が開くたんびに、出店パーティーだって些細なもんなんだよ。こんなんじゃないんだよ。みんな社長が集まって、そこで立って話する。それを練習させて、でそのうちにだんだん喋れるようになってきて、今こうやって堂々と喋れるじゃない。それって、ちょっとで良かったな、すごかったな。これをうまくいかなかったとか、上手に喋れない。私ってダメだって言ったら、だんだんやらなくなっちゃうんだよ。行動の星で行動しないことが最高に失敗なんだよ。恵美子さんなんか本読みな、本一冊読ませるのに何年もかかったの。それが今書いてんだよ、堂々と。もうね、今ね、作家の先生になっちゃってんだよね。だから人間途中で諦めちゃダメだよ。少しずつね。今日の話はこれで終わります。はい。終わって、また話する。じゃあ、もっとくだらない話ね。
あの話とどっちがいいか、あの宇宙の話と、あ、宇宙の話ね、宇宙の話をします。あの、夜空をこう見てるとね、星がいくつもあるんです。考えたことありますか？そういうロマンチックなこと考えてますか、千葉さん？でね、こう夜空のこう星をこう見てるとね、悲しい人は悲しいことを考えるんですよ。楽しい人は楽しいことを考えるんです。でね、こう夜空の星を見てるとね、星ってね、無限なんですよ。だから実のとこ言うと、今消える星があるんですよ。で、今できてる星もあるんですよ。で、宇宙は無限の広さがあるんですよ。ってことは、無限に星の数はあるんですよ。OK ですか？それで、遠いどこかの星に、色白むっちりティーバック星というのがあるんだと。で、そういう星があるんです。で、これを否定できる学者はいないんです。あるんで、これは否定できないんです、本当に。それほど宇宙は白いんです。で、この、色白むっちりティーバック星から、円盤がある日飛んでくるんです。で、ひとりさんはね、さらわれちゃうんです。さらわれちゃう。それでね、ひとりさんはさらわれちゃうんだけど、そんなことでミサオを許すような人間じゃない、ないんです。そうなの。それで、自分は拒否するんだけど、そうすると地球を滅ぼすって言われちゃうの。で、俺は悩みます。嘘じゃない。ミサオを守るべきか地球を救うべきか、これはもし映画にした時、ここが一番観客が泣けるとこだと思うんだよね。観客が一番泣けるとこだと思うんだよね。だけど、やっぱし地球は守りたいです。それで、地球のために、まあ犠牲になるっていうことですかね。それで、あなたは夜空を見ながらそこまで考えられますか？あなたは悲しいことや否定的なことを考えてませんか？なぜ無限の宇宙を見て自分に都合のいいことを考えないんですか？それが幸せかどうかを決めるんですよ。だから皆さんがこういう星がいい、必ずその星はあります。私はいつかさらわれます。最高ですね。みんな幸せになるんだよ。あのな、お小遣いの中からパチンコ行ったっていいんだよ。みんなね、人に迷惑かけない範囲でみんないい人なの。みんなで楽しく生きてんだよな。で、自分がクスッと笑えて、人に言ったら人まで笑って連鎖するような楽しいこと考えていきましょう。どうもありがとうございます。こうは続くものなの。だから成功者に失敗はないの。で、みんなが行動の星で行動できないわけは何ですかって言うと、それは失敗が怖いんだよ。
で失敗とは人と比べてるんだよ。で魂は何回も生まれ変わってくるから、未熟な魂は未熟なような勉強があるんだよ。で行動しない限りこの星はどうにもならない星なんだよ。で誰かと俺比べちゃダメだよって。俺体硬いから床から20センチぐらいねしかこう手がこういかないんだよ。で19センチになったら俺は成功者なんだよ。ところが世の中には反対からこうやって、ね、またから顔されてるやつがいるんだよな。だからね、いちいちね、ああいうね、何でもそうだけど、すごいやつっているんだよ。絶対比べちゃダメだよ。淡々と自分は成功者なんだ。成功者なんだ。これに向かないことが分かったから成功者なんだ。親もね、何でも続けなきゃダメだよとかって言っちゃダメだよ。あんたなんか続いたことあるんですかって。いや、この前もね、ついてる神社来て話してた人がさ、ついてる神社って言うとね、また誤解されるんだよ。口がな、慣れちゃってるからさ、ひとりさんファンの集まるお店。そしたらさ、その人が、まあ子供の話ずっとしてた時、ずっと続けてほしいんだ。学校がつまんないって言うんですって。それ正常だよって言ったら。したらね、私は楽しかったんですって。時々いるんだよ。時々ね、だからその時ね、言ったの。学校が楽しいっていう人は、家がもっとつまんない。そしたらね、その人はっと気がついてね、そういえば、うちはお父さんとお母さんが働きにずっと一人だったんだって。だからね、学校だと友達だとか、一人って寂しいからね、刑務所の中でね、一番罪の重いやつは独房ってに入れられちゃう。で、ずっと一人なの。そうじゃない人は出てった、こう働いて千万かけたりとか、働いてるってね、すごく楽なんだって。だから、その人にする、したらね、家より、学校のが楽しかったんだね。だけどそのお母さんにさ、お母さん今日俺からいい話聞いてよかったなって。一つでも物知ったら成功者だよ。だから子供に、お前もいろんなことを覚えて一つずつやってってな。よくゲームばっかしやってるって言うけど、ゲームばっかしやってる子が大人になった頃、あのゲーム感覚で仕事ができるように世の中が変わるんだよ。世の中ってそういうものなんだよ。OK かい？だから絶対困ったことはね、起きないんだよ。みんな今日覚えてってな。何か一つでもできたり、一つでも知ったら自分は成功者なの。で、成功者なんだと思ってる心が成功を作り出すの。で、神様はそういう人が大好きなの。いちいち人と比べて自分はダメなんだってやってること自体神が嫌うの。俺どうしても神様って言っちゃうのね。今度もまた素晴らしい商品ができたとき、もし神がいないとなると俺が考えたことになっちゃうんだよ。ね？で、俺そんな頭良かったかなとかいろいろ考えちゃったとき、これはどうしても神様としか思えないんだよな。で、神様ってね、神の助けまで自分の力だって言うとね、お前の実力を見せてあげるって言われるの。で、俺はそれが嫌なの。わかるかい？だから、うちは成功、俺は成功者だ、成功者だと思いながら成功者になったの。
で、お弟子さんに終始一貫俺が教えてきたことは、一つずつ失敗ですらこれじゃダメだということが分かった成功なの。だからみんな生き生きしてるのね。本当なんだよ。みんなさっきこうやってずっと話したけど、最初の頃はね、立って名前も言えないぐらい震えてたんだよ。それも10人か20人のとこでだよ。うちっていろんなとこで、パーティーがあると、パーティーだってあれだよ。お店が開くたんびに、出店パーティーだって些細なもんなんだよ。こんなんじゃないんだよ。みんな社長が集まって、そこで立って話する。それを練習させて、でそのうちにだんだん喋れるようになってきて、今こうやって堂々と喋れるじゃない。それって、ちょっとで良かったな、すごかったな。これをうまくいかなかったとか、上手に喋れない。私ってダメだって言ったら、だんだんやらなくなっちゃうんだよ。行動の星で行動しないことが最高に失敗なんだよ。恵美子さんなんか本読みな、本一冊読ませるのに何年もかかったの。それが今書いてんだよ、堂々と。もうね、今ね、作家の先生になっちゃってんだよね。だから人間途中で諦めちゃダメだよ。少しずつね。今日の話はこれで終わります。はい。終わって、また話する。じゃあ、もっとくだらない話ね。あの話とどっちがいいか。宇宙の話と。宇宙の話ね、宇宙の話をします。夜空をこう見てるとね、星がいくつもあるんです。考えたことありますか？そういうロマンチックなこと考えてますか、千葉さん？でね、こう夜空のこう星をこう見てるとね、悲しい人は悲しいことを考えるんですよ。楽しい人は楽しいことを考えるんです。でね、こう夜空の星を見てるとね、星ってね、無限なんですよ。だから実のとこ言うと、今消える星があるんですよ。で、今できてる星もあるんですよ。で、宇宙は無限の広さがあるんですよ。ってことは、無限に星の数はあるんですよ。同じなんだよ。わかるかな？チャブートあるじゃん。チャブートが来るじゃん。あれから愛の言葉出てこないよな。対外請求書とかは。やっぱし愛の言葉が出てくるのはね、ピンクだったり花柄だったりさ。だそれと同じようにさ、俺たちもこう素敵だなって思う人は素敵な言葉を喋るよな。OK ですか？そんなことを言ってて、俺は宗教やってる人もいい、全然構わないの。いろんなお坊さんとかいろんな人が俺のファンでいてくれるのね。で、それもいいの。で、ただ一人さんは宗教ですかって時、違うよって。だって俺宗教家になれるほど真面目じゃないもん。で、言いたいこと言って生きてたいの。それと本当に失礼だなと思って申し訳ないと思うんだけど、写真撮らないでとか珍しいと思うんだよね。だけど俺外行って、いまだにこう千葉行って定食屋さん行ったりいろんなとこ行ってこうご飯食べておばちゃんとかつって仲良くしてんのね。でなんかこの人が俺のことを納税日本一の一人さんだって知ったら、なんか話し方が変わっちゃうかなとか、
些細な話なのね、うん、みんなに分かってもらいたいのは、俺は俺なの。俺のお弟子さんってさ、恵美子さんと花江ちゃんと違うんだよ。純ちゃんと違うんだよ。いや、一人一人教えてることが違うんだよね。えばりすぎるやつにはえばっちゃダメだよって言うし、あんまりいじけてると胸張って生きろよって言う。どれが正しいんですか？全部正しいんだよ。きっと読みながら、読みながら、これは誰に向かって言ってんだろうって考えてほしいんだよな。そうじゃないと、1たす1は2みたいの探すんだよ。ひとりさんからこれを教わってら何にでも当てはまるものができるだろうと。人間ってそういうもんじゃないんだよ。当てはまらないんだよ。お弟子さんだって全部違うんだよ。のぶちゃんこうだよとかな、みっちゃんこうだよ。今日だって私って偉いねって、あなたって偉いね。みっちゃん寝てないで起きてくださいよ。いい話って必ず寝てるんですよ。面白い。みっちゃん先生が寝てるときは大概いい話。バロメーターだからね。ただね、みんな一人ずつ違うんだよって。だからオールマイティの答えはないよって。同じことを言ったら喜ぶ人がいて、同じことを言ったら怒る人がいて、同じことを言っただけで傷つく人もいたりな。だからそれを見極める、目を見る、見極められるように自分を養うことだな。分かったかい？今日の教えはね、絶対人と競争しちゃダメだよ。今の自分がちょっとでも良くなったら成功者なの。分かるかい？ちょこっとちょこっとでいいの。成功、成功、成功と成功。本当に信じなくていいけどね、今からちょっとだけ難しい話する。人間は三つのものでできてる。命。命、これあるよね。あと、考え方。OK？ それから、肉体。OK？ なんでかというと、命って勝手にこう、食べたものを消化したり、心臓を動かしたりしてさ、俺たち心臓を動かそうとしてないよね。脳に細胞ができて、それが新陳代謝して、ね、おしっことか便とか崩れてなくなっていって、新しいのができて、細胞。それって俺たち考えてやってないよな。考えてんだったら夜寝てたの間に心臓止まっちゃうよな。オッケー。だから命というのは神様からもらわないとできないんだよ。だからタンポポの葉っぱ一杯一枚な、生きてるものは細胞一個作れないんだよ。これはいただかなきゃいけないものなんだよ。あとは考え方。オッケー。心というのがあるんだよ。あと体。それで命はいただきもんだからみんないただいてるよな。で、考え方、これが創造主なんだよ。 OK で、OK かな。で、肉体とはそれの結果なんだよ。今のひとりさんがこうやっているのは結果なんだよ。考えてた、先ほどもすごい高尚なるなんつうの神的な話をしたんだけど、あれはカットしてですね。何言いたいんですかっていうと、心が成功者だと思わないと成功ができないんだよ。で、俺は過去一回も失敗したことがないんだよ。で、この地球は行動の星なんだよ。わかるかい？行動すると成功か大成功しかないんだよ。当たりか大当たりしかないんだよ。 OK ですか？例えば俺が、私携帯電話できない。さっき写真撮ってあげるからなかなか映んないって言ったら、レンズのとこ指で押さえてた。だからインターネットもできないんだよね。それでインターネットを俺が例えば習いに行くじゃない。
そうすると、まあ一日でやめちゃったとするよね。ところが、電気の入れ方ぐらいは覚えられるんだよ。わかるかい？俺は成功者なんだよ。で、成功とは、今までの自分と比べて成功者かどうかなんだよ。神は人と争うことを嫌うんだよ。わかるかい？人がバンバンできたらそんなこと知ったこっちゃないんだよ。俺は電気の入れ方も知らなかったんだよ。それが入れられるようになったんだよ。で、それ俺は成功者なんだよ。わかるかい？で、断るごとに、ああ、俺は電気入れられなかったら入れられるようになったから、昨日よりちょっとマシになってっから、俺は成功者なんだと思うと、成功を作り出してんだよ。ところが、一週間が10日行って、もっと俺より行ってるのに、もっとすごいやつと比べて、自分はダメなんだっていう人がいるんだよ。そうすると、あなたは今自分がダメだって想像しましたよね。想像したことが起きるんだよ。わかるかい？だから俺は異常に運がいいんだよ。なんでですかって言うと、成功者だからなんだよ。わかるかな？どんなちっちゃなことでも、例えば俺がクラシックバレエとか習いに行くとするじゃない。今なんで笑ったの？そう、例えば10分でやめちゃうとするじゃない。でも俺クラシックバレエについてきっと3時間語れると思うんだよね。いや俺行ったことあるんだけどさとか、あ体硬くてさとか、行ったことない人にはわからない、何かがわかるんだよな。わかるかい？で、たったそれだけで成功者なんだよね。だって、会場すら行ったことない、わかるかい？練習場みたいなのあるじゃん。そういうところへちょっと行っただけでも成功者なんだよ。で、向かないってことが分かっただけで成功者なんだよ。わかる？いや、俺昔柔術っていうのやったことあるんだよ。これが痛いんだ。ただただ痛いんだよ。俺がね、ちょっとしたところで知り合いになっちゃったらね、その先生、誰も弟子がいないんだよ。ほいでね、ご飯屋なんか用意して待ってんだよね。ほいで行くとね、いろんな技かけられちゃってね。ほいでね、なんだか痛かったのしか覚えてなくて。ただね、それだけでも、痛いということが分かっただけでもね。だからよくプロレスラーと柔術の戦いがあって、技かけられるとあのプロレスラーがタン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 ってすぐ参っちゃうじゃない。あれ分かるよ。我慢できるような痛さじゃないの。いや、そんなことがね、ほら、俺は柔術やったけど物にならなかったからダメだっていうことを思うと、あなたは今ダメを想像しましたよね。わかるかい？その先生がね、喧嘩したようになんかしても強くなると負けないんだっていうの。だけど練習がのされたより痛いんだよね。これ喧嘩で負けた方が楽じゃないかっつぐらいね。面白いよね。またいろんな人に出会ってさ、いろんなこと起きるんだけど。だから俺は一つずつ、これが成功なんだよ。これが成功なんだよ。で、成功をいつも心で描いてる人って、なぜか成功を呼び寄せるんだよね。俺、神様好きなんだよね。で、いや、俺、細けえ話だなと思ってんのがね、この前なんかある宗教団体がなんか新聞に俺の本が載るった時、まあ、お断り食ったのね。で、いいの、全然それはいいの。で、俺、自分は神様好きの宗教嫌いだから、ただやってる人はいいんだよ、やってな。宗教って自由なの。で、やんない俺も自由なの。
たら、なんでかなと思ってたらね、きっと俺が神様っていう言葉を使うから、仏教系は仏様だとかそれじゃないといけないらしいんだよな。俺は全部ひとまとめにして神様と言っちゃう癖があるんだよな。わかるかい？俺たちって成功者なんだよ。今日みんな素敵な格好してみんな綺麗にしてるじゃん。人間ってね、心の中に神様の分け御霊っていうのが入ってるんだよ。 OK？ そうすると俺たちの身なりってさ、封筒と